最終的な目標だったから。ラスボス的なその料理評論家を、びっくりさせる料理を実はネズミが作ってたっていうね。コメンタリーって日本語吹き替えですか、字幕ですか？字幕ですね。ああ、もちろん。あれは吹き替えしちゃダメな感じしますよね、コメンタリーって。ああ、アントニー号ね。まあ、早い話が多いしんぼですよね、あれ。私は一流のシェフが作ったものしか喉を通らん、作った料理しか喉を通らんのだみたいなことを言ってる評論家を、まあ、最終的にそのネズミがね、料理作って、そのネズミだってことを知らないで、まあ、うなってしまうわけですよね、その料理を食って。で、考えを改めて、誰でも一流のシェフになれるわけではないが、誰が一流のシェフになってもおかしくないのであるっていうような結論にを達して、で、評論家っていうのは、僕はなんか辛辣な言葉でこうあらゆるレストランをね、ぶった切ってきたわけだけど、なんか評論家が本当にすべきことは、野心を持つ、その新しい挑戦をしているシェフを、助けることが、助けるというか、その評論で応援して支えてあげることが評論家のするべきことなんじゃないだろうかみたいなことを、イーゴが最終的にね、結論としてこうだあのこう結論を出すわけなんですけど、それはそのまま監督さんの声だなって思いましたね。監督さんが評論家さんに対して思ってることだなって。だ、まあ、そういう部分がすげえ色濃く出る人ですよね、ブラッドバード監督は。あと、ブラッドバード監督っつうと、アイアンジャイアントの人ですよね。情報が抜けてるっていう点で言えば、多分字幕の方もね、だいぶ抜けてるんだと思うんですけど、喋りのニュアンスが変わっちゃうとね、やっぱ英語であっても喋ってる時のなんかノリとかニュアンスみたいなのは伝わりますから、吹き返しちゃうとそれすらなくなっちゃいますからね。それすらなくなっちゃうっていうか、変わっちゃいますからね。そう考えると、字幕でよかったんじゃないでしょうか。コメンタリーはね。字幕よりも吹き替えの方が頭に情報入りやすいんですけどね。ああ、そうですね。まあ僕も作業しながらとか見る場合は絶対に吹き替えじゃないとダメですけどね。見ちゃいますから。ああ、ダメだ。眠いのかな、やっぱ。まあ、書けない。
のコメントに見て抜けている情報をお伝えしました。ああ、それ面白いな。それは面白いし、じいさんにしかできない。で、じいさんにしかね、身近にできる人いないな。なるほど。ああ、でもインクレディブルは本当おすすめですよ。ただね、なんかラストでちょっとモヤっとする人はモヤっとするだろうなって思うところもあるんですけどね。そこら辺割り切ってんなっていうのが、まあそれもブラッド・バードさんの持ち味ではあるんだよな。アイアン・ジャイアントもモヤっとするところはモヤっとしますからね。吹き替えはなんか、そうだな、ピクサーの吹き替えはクオリティ高いですよね。っていうか、役者さんの選出がうまいですよね。ピクサーは昔から芸能人の方を選ぶにしても、本当に芝居がうまい人をちゃんと選んでる感じがしますし、雰囲気も合ってるし、モンスターズインクとかね、あと、ミスターインクレディブルはね、宮迫さんのうまさがね、ビビる。宮迫さんこんなにうめえんだ、みたいな。シンドロームの声やってるんですけど、芸人さんとは思えないぐらいのハマりようでしたね。声は宮迫さんなのに、顔はクリームシチューの有田さんそっくりなんですよ。 シンドロームね。ミシェル・ゴンドリ、へえ、ミシェル・ゴンドリーって映画作ってたんだ。知らなかったですね。あれですよね、ミュージッククリップとかすごい作ってる人ですよね。あの人の DVD は持ってました。ミシェル・ゴンドリーさんだったかな、電車の車窓から見える景色で PV 作ってたの、あれ感動しましたね。もっと上手いですよ。ああ、まあそうなのかもしれないですけど。ああ、カイリー・ミノグ、ああ、そうそう、カイリー・ミノグ、あれ面白かったっすね。もうあれなんですよね、もう映像にする前のアイデアの段階で面白いんですもんね。俺、カイリー・ミノグのあの PV すげえ好きでしたよ。ぐる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 回るやつですよね。街の同じ場所をぐるぐる回るんだけど、2周目からその人数がどんどん増えてってるっていう。 曲もなんかすごい中毒性高かったし、面白かったな。
昔の舞台俳優やってる声優大御所は神レベルですよ。まあそうですね。そうですね。グリーンホーネットなんて作ってたんだ。へえ、知らなかったっすね。あの人でもどうなのかな。なんか映像的なアイデアはすごかったけど、なんかもう映画撮るってなるとね、映像的な奇抜な発想ができるかどうかよりも、なんかこう人の感情に興味があるかどうかになってくるから、ちょっとどんな感じの映画撮る人なのか、ちょっと興味がありますね。へえ、グリーンホーネットか。オリジナル版はあれですよね、ブルース・リーがやってるやつですよね、ドラマ版は。ブルース・リーがなぜか日本人役で 空手使いなのかな。あの MV は1個だけ合成で間違い、どこだろう どこだろう、気になる、また見たい。なんかミスあったんですね、知らなかったです。へえ、よく知ってんなあ じいさんよく知ってるな、やっぱさすが。ミスター加藤、そうそう。へえ、3周目や4周目に野菜屋さんを通ると野菜の量が調整されてなくて、急に箱に入ってる野菜の量が変わります。へえ、知らなかった。八百屋あったな、そういや。途中でなんかリンゴかなんか拾あの取って食べるんだっけ。見どころ多すぎなんだよな、あの MV。 昔はミュージッククリップとか呼んでたんだけど、最近は MV って呼ぶんですね。ミュージッククリップとかビデオクリップとか。テレビ神奈川でね、そういうのをずっと流してるチャンネルがあって、じゃあ番組があって、よく見てたな。時間かかった。かかりすぎだよ。
残り109ページですね。109。6、7時間ぐらいかかってます。本当ですね。この3枚で。アホか。まったくよ。漫画編の目撃、ああそう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 、あのキングの回ですねに出てますね。ダブルホールなんでね、ダブルフォールになんかなってますけど、ダブルホールでいいんですよね多分。ダブルホールなんて俺ネームもらった段階だと名前鼻の穴でしたからね。なんで急にかっこよくなってんだって思いましたけど、鼻の穴でも良かった気がするんだけどな。あ、そうだ、スーツ、そう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 、ヒーロースーツコンテスト、そうそう、あれにもちょろっと出てましたね。お疲れ様です。よいしょ。
フードバトラー太し、ついに登場ですね。前回更新分では書き忘れてたんですけどこいつ、ドーナツはゼロっていう形をしてるだろう。ゼロカロリーなんだよっていう。眠い。ちょっと寝ます。はい。
おはようございます。眠い。